宮城県に土砂災害警戒情報が発表されました。発表された市区町村を確認していきます。宮城県仙台市西部川崎町で土砂災害警戒情報が発表となっています。現在皆さんからいただいているお天気報告、雨の状況を確認していきましょう。宮城県内では現在このところによって雨の降り方強まっているところがあります。晴れているすぐそばでザーザー降りやまたゴーという激しい雨のご報告もいただいています。雨雲レーダーを重ねて見てみますと、一つ一つ活発な雨雲となっている様子が見られています。この活発な雨雲の下で雨の降り方がザーレベルまたゴーという強い降り方となっているようです。ではここで土砂災害の危険度も確認していきましょう。ご覧いただいている表示、黄色が注意、赤色警戒、そして紫のエリアも出てきていますね。非常に危険や一部では極めて危険というエリアも出てきております。仙台市西部そして川崎町で土砂災害警戒情報が発表されました。この土砂災害警戒情報は土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となった時に発表される警戒レベルとなっています。危険な場所からの避難が必要な警戒レベル4に相当しています。この情報が出された際には速やかに避難を開始することが大変重要です。この後の周囲の状況、また雨の降り方にも注意をし、危険を感じたら躊躇することなく避難をするようにしてください。